ダンスビュー DVD をご覧の皆さん、こんにちは。浅村慎太郎です。遠山恵美です。4年ぶりに帰ってまいりました。お久しぶりですもう4年も経ったんですね。早いですね。今日も大阪から、この DVD のためだけに始発で参りました。参りました。だからもう皆さんにもこの、我々の苦労を汲み取っていただいて、もう一言も逃さずに、ぜひこうね、レッスンの、あるいはパフォーマンスの糧にしていただければと思って、はい、張り切って参りますので、お付き合いください。1時間程度ですね。はい。で、今日のテーマですけれども、ラインフィガーって一体何が大事なんということで、お届けしたいと思います。それでは、レッスンの方に入っていきましょう。今日はですね、ラインフィガーということで解説をしていきたいんですけれども、今日のテーマですね、大きなテーマの中に、ピクチャーポーズ、ラインフィガー、同じような意味で、使っていただく、言葉だとは思うんですが、皆さんの感覚としてね、なんて言ったらいいんでしょう。止まって写真で見るような、こう、例えばザ・スローアイオーバーセイこれだみたいな、ザ・コントラチェックはこの写真だみたいなね、あのカレンダーとか写真によくなってるような、感じのイメージを持たれる方が非常にね、多いと思うんですけども、それはそれで大丈夫です。ですが、実際にこう、競技会やデモンストレーション、ダンスをこう、踊る場面で、私たちに関して言うと、そこのこの、写真になるような形をね、だけを意識して踊るっていうことは、実際にはなくて、そこにどうやって入っていくかっていうポイントと、そこからどうやって出ていくかっていう、ここがいかにスムーズかっていうところが、一番大事で、すごい極端に言いますと、その写真に撮られるようなところっていうのは、カメラマンさんが勝手にそこを撮っているぐらいのイメージで、自分たちはいつもこう動いている、流動的にこうなっているっていうね、感覚的に言いますと、動画的感覚っていうことが大事になってくるかなと思います。だから画像の感覚、画像的な感覚で踊るんじゃなくて、動画的な感覚で踊っていただきたいなっていうことを僕たちは普段からよく感じているので、その点を今日はしっかり解説していきたいと思います。それではレッスンの方に入っていきましょう。